ございます。おはようございます。おはようち、おはよう。ラスト頑張ろうね、ラスト頑張ろうね。おはようございます。何か定型コメント書いてたのかな。あ、そうや、何の受けたいとか、そんなに置いてない。あ、ありがとう、ハートありがとうございます。おはようございます。テロップ入れます。間違えた、次20時半ちゃう、間違えた、失礼しました。ハートありがとうございます。おはようございます。レインボースターありがとうございます。だるまありがとうございます。クラッカー、花火もありがとうございます。おはようございます。おはよしみややね長かった、続いてたね。おはようございます。なんやろこれ、なんやろ、なんて書いてんやろ。ありがとうございます。ちょっと見えへんけど、あ、ん、なんて書いてんの。あ、良いお年を、ありがとうございます。良いお年を、はやハートありがとうございます。 I love you ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ハートありがとうございます。ペンライトありがとうございます。おはようございます。レインボースターありがとうございます。おはようございます。今日この配信は、あ、ちょっと待って、定型文変えます。この配信は7時半まで1時間で、次の配信は12時半から13時までになります。だるまありがとうございます。よいしょ、ちょっと定型文が昨日のままやったから変えます。次は、よし、あ、最終日できたかな、変えました、失礼しました。クラッカーありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。エビフライ、年越しそばか、ありがとうございます。もうそんなギフトが出てんねや。だるまありがとうございます。おはようございます。ハートありがとうございます。星キラキラありがとうございます。キラキラ星の方もありがとうございます。おはようございます。いい結果出ること、わー、頑張ってください。施設ありがとうございます。キラキラありがとうございます。レインボースターありがとうございます。おはようございます。皆さん今日はですね、遅れました、ありがとうございます。今日の配信は6時半から7時半と12時半から、13時と17時半から18時だったかな、確か。あれどっちだっけ、17時半から18時と最終枠が19時から、20時です。そのイベントは19時59分59秒までなので、ここ重要、ここ第一8時までってことだよね。うん、まあ大体
あ、そうなんですよ。ルースで話してた時間と変更しました。あ、ルースとか別にショールームか。そうなんです。ちょっと変更したのですいません。よろしくお願いします。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。キラキラありがとうございます。おはようございます。今日はですね、こちら、ビスさん1月号に載ってるレシピ、あ、フルーツのレシピが、フルーツっていうか、ホットスイーツとかドリンクのレシピが載ってるんですよ、この中に。なのでその中のホットみかんを作っていこうと思います。イエイ。喉にも良さそうだね。そう、ビタミンホットみかんを作っていきます。ビスさんは最後に料理、食べ物のレシピも載ってるんですよね。そうそう、食べ物のレシピ。キラキラありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。そうだね、クリスマス終わったら 一瞬でギフトもお正月モードになりましたね。早い。でも終わったらもうすぐお正月に向けて準備しなあかんもんね。今日もだってダイソーとかもすごいよね。ね、もう一瞬でお正月モードになって大変やな。でも店員さんもこの昨日と今日の間に急いで帰るんよね。それを言うなら街のその人たちもだよね。駅とか、ああ駅の看板とかね、大変だね。そう、でも急がないとさあ正月になっちゃうもんね。急いで年末の準備しないと。おせちとか配信見てる夢を見ました。わあ、もうそれは犯されてるな。ハートありがとうございます。あ、クリスマス前からおせちっぽいのも並んでる。並んでる、だいぶ先やな。並んでる。ハートありがとうございます。並んでますやん。あ、寒いクマありがとうございます。寒いクマありがとうございます。ほんまやね、冷凍みかんの逆やね。ホットみかん作っていきます。ホットみかんね、私も初めて。ホットみかんはホットレモンでもなくね。ハートありがとうございます。パパのお弁当に昨日のチキン入れとこ。もういい靴寝るといいね。ほんまにほんまにもういくつ寝るとお正月になってきた。あ、まな板と包丁、はいはい、ちょっと多めに作ってね、みんな食べたい感じで、うん、でかみかん、うん、でかー、びっくりした。袖まくってね、うん、なんか白がプッシューって出るから気をつけて。うん、あ、これレシピ見ながら作る。おせち作り配信するしたいという気持ちはあります。できるかわからないけど、でもするんじゃない、多分やりたい。でも気持ちは、気持ちはあります。ホットミカの元を、そう、元を作ってそれを左右で薄める感じです。だからいつでも元をたくさん作っておけば、うん、いつでも好きな時に舐めるね。皮付きのまま、5ミリの輪切りにする。ボウルに入れて蜂蜜とあえてラップをし、600ミリのレンジで3分加熱する、うん、ということでみかん3個皮付きのまま5ミリの輪切りにします。はい、ね、みかんを温めるの、あ、ホットミカン飲み物だった。その飲み物、そう。私は初めてホット温めるという概念を初めて経験します。
あ、そうなんや。よしみ見ないけど、これいい、行きます。楽しんでください。めくっていきます。大きい中の房を外してね。足は分かるよね。一個ずつに分解して。あ、そうなの。そりゃそうですね。3センチの輪切りやで。だって、うん、だから、あ、そんなもんめっちゃつぶつぶにするってことか。そういうこと、そういうこと。あ、それ合ってる。合ってる。でも画像がさ大きくない？これぐらいで。うん。そしたらさ、一房外して切っていき。じゃないと、ものすごい果汁が飛んでくるよ。3ミリの輪切りって書いてる。うん。あ、5ミリだった。うん。草で5ミリの輪切りするのかな。これがこうってこと。そういうこと、そういうこと。もうちょっと大きいかな。こんなにつぶつぶにするんだ、うん、そういうことね。ちょっとピンポが映った方がいいかな。あ、5ミリの輪切りにしていきます。これぐらいのサイズの方がいい気がしてきた。どうしよう、パパのチキンが入らない事件。お弁当箱買えないと。なんで？あ、手羽先丸々とかそういう感じ。うん、もうちょっと大きかった。豆ご飯とチキンだからボリューミーだね。よしみさん、昨日クリスマスパーティーだったんですか、弁当。あれやん、なんかあるよね。会社の人に、あ、よしみさん昨日クリスマスパーティーだったんですか。昨日、いそいそ早く買いますよね。弁当。I love you、 ありがとうございます。あ、銀テープなんだこれ。金テープ、銀テープなんだ。クラッカーか何かと思ってた。銀テープ、ありがとうございます。剥きます。 I love you、 ありがとうございます。そうなんや。こたつみかんの撮影でもうみかん10個ぐらい食べた。すごっ、そんなに食べたの。てかそんなにみかん食べるんや。誰が？じゃあこたつみかん。うん、ファンの人が。うちのケイトさん。うん、黙々と切っていきます。はい、ギジギジじゃないね。押すね。いや、ギジギジじゃないとこれ切れない。押すんだよ。押すでもこう切れないね。切れない。え、こうでしょ、うん、切れない。じゃあこう貸して貸して。押すというか引くというか。あ、ちょっと失礼します。これをこうだね。こういう感じ。なんでそうやって切ってる。いや、いい。こう。うん。あ、くじ。見てて危ない。ハートありがとうございます。ほんまや、ペンライトカラーや。このまな板とみかんで。まな板とみかんで。焼きみかんも美味しいんや。それは初めて聞いたな。ハートありがとうございます。みかんが
じゃあ最後の一個剥きます。すごいいい匂いしてる。みかんみかんしてるね。ね、焼きみかんなんてあるんやね。初めて聞いた、うん、なんかなんかみかんの調理法いっぱいあるね。おばあちゃんがよくストーブの上とかで作ってたよ。あ、そうなの。オイルに巻いたりとかして。美味しそう。昔はね。あ、学校のストーブで給食のみかんを食べたりする。そうなんや。そうそう、学校のストーブが昔はエアコンじゃなくてストーブでね、囲ってあったストーブだったんだよね、柵が。その上にお弁当置いたりとか、夜間が置いてあったりとかしていました、小学校の時。冷房が出てきたのは本当最近だと思う。この10年とか。最近なんですね。うん、最近だと思うよ。暖房は昔からあったと思います、ね。はい、はい、切れました。ちょっとティッシュ。どこかな。切れました。これを蜂蜜とあえていきます。あ、そこのペーパーを。うん、髪の毛、うわあ、危ない。髪の毛確かに燃えちゃうね。あ、コッペパン焼いたり。そんなに焼けるほど熱あんの？結構危なくない？でも上が本当に触ったら本当に火傷する、本当にそういうストーブだったの。めっちゃ危なくない？なんか周りを子供のいる学校とかだったら囲われてるけど、家で使うときは本当に目の前が火みたいな。なんか上にみかんご飯、何でもできますよね。スチーム、スチーム、蒸気、今はじゃあ蜂蜜とあえていきます。蜂蜜が 30g あえていきます。 30g なので測りをお願いします。ちょっとそれは無理やね。測りたいな。測り測り。30g を測る、うん、でも蜂蜜のようなドロドロしたやつを2回分けると量が減りますよ。うん、蜂蜜は何 cc で何 g っていうのをちょっと調べてみよう。でもさ、測った方が、測ってここに近いに入れた方がさ、移し替えたらへばりついちゃうんじゃん、ドロドロしてるから。あ、30g ってあれだよ、これに測ってこのまま入れて 30g 測る、うん、その方が張り付かないから減らないんじゃないかな。ああ、封体で測るってことね。うん、はい、いきます。 30g です。はい、蜂蜜っておいしいよね。結構入れるね。8、9、10、30g 入れました。結構いきました。蜂蜜って体にいいらしいですよ。甘い砂糖の塊だけど、いい砂糖の塊らしい。ちょっとあの、あえるスプーン的なもの、うん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。よし、あ、オレンジだね。混ぜていきます。いい感じにまぶします。まぶすっていうか、あえます。そ
もやね、蜂蜜レモンみたいな感じだね、多分ね。うんうん、蜂蜜みかん。そのリスさんの書いてる内容の幅が広いよね。じゃあ一つ食べてみよう。うん、うん、美味しい。合うのかなと思ったけど美味しい。はちみつみかん、ここに、あ、600ワットで3分加熱します。そしたら元の完成。みかんの果汁と蜂蜜がいい感じに合わさっていい感じです。これを600ワットで3分。でその間に今度大根を、はい、これぐらいね、皮むいて切って千切りにしてください。パパさんに蜂蜜みかんも喉に効くのかな。はい、うん、良さそうだね。ね、3分って結構長いね。長いね。その間に3分クッキングやね。大根切ります、はい、皮も剥く、はい、これぐらい、これぐらい切るの、うん、もうちょっともうちょっと、これぐらい、それぐらい、気をつけてね。これぐらいだけ千切りしたらいいの。600で3分ね。うん、はちみつ大根初めて聞いた。あ、はちみつ大根結構有名じゃない。喉にめっちゃいい。そうそう、喉にいいらしいよ。あ、まあのめっちゃ大根って感じするけど、皮むいていきます。大根の水気が出たところに出てるはちみつが喉にいいんですよね。で、まあ大根も食べる。あ、そこ汁がいいんだ。汁がいい。そうそう、喉に良さそうな味がする。そうそうそう、でも味はあれだけど、なんか喉に効きそうな味がして、パパも咳が収まった。抜けました。ゲームのハートありがとうございます。はちみつ大根意外と初耳の人多いね。やってみてください。よいしょ。じゃあ切っていきます。これをどうやって切ったらいいんだろう。あのね、短冊切りで。短冊切り、輪切りにしてから、ね、ああ、オッケーオッケー。四角の長方形、あ、あれか、中って感じ、四角中って感じ。まあそんな感じ。あ、こんな感じ。大根スティックみたいな感じ。そうそう、大根スティックみたいな感じ。こんな感じ、切っていきます。で、この今ある、見て見て、はちみつ大根のこの塩大根のとこに、この辺、うんうん、あーやばい、めっちゃ指映ってる、はい、指で、はい、すごい、もうインしちゃって、はい、インして、そのはちみつドバーっとかけちゃってください。ハートありがとうございます。100キラキラありがとうございます。おはー、ハートありがとうございます。よいしょ。
で元が完成なんだって。これに自分がお好みの左右を混ぜるということですね。そうそうそう、好きな量入れて好きな分だけ左右入れて。なるほど、もう喉の調子良さそうやん。大根切れました。大量の大根、うん、あ、そしてこちらは、煮えてる蜂蜜みかんです。めっちゃクタクタになってるね、うん、美味しそう。美味しそうだね。これが元の完成なので。そうか、別にこれ冷えてても大丈夫ってことか。あ、冷えてても美味しいんだよ。サイダーとか入れて、いや、美味しいっていうか普通に左右で温めるから大丈夫ってことじゃね、うん、ね、湯気がすごいってことで、じゃあこれを、これが原液みたいな感じの、これに左右を加えます。いつも登場するスライム、スライムです。これもママ用に、はい、おはみでは入れます。汁のところ入れて、こんな感じかな。入れてみました。今日パパさんの弁当、昨日はクリスマスパーティーでしたかの弁当。これぐらいでいいのかな、量どれぐらい入れたらいいかよくわからないけど、好きなだけって書いてあったから。あとの味は微調整したいんじゃない。あ、薄さ濃さ、レモンもあるし。よし、入れれました。洒落た感じの左右。あ、左右中身左右なんだ。洒落てる左右。左右本当だ。耐熱かな、ね、パキッとかいかない。入れます。まずは薄めに作っといた方がいいよね。今日はね、少なめの方です。これぐらい入れてみた。ちょっとみかんこれ入れすぎたかも。こんなに入れるもんじゃないのかな、もしかして。いや、みかんをほじほじして食べるんじゃないの、飲みながら。じゃーん。あ、ある？もうちょっと左右いるんじゃないの。そう？いちご添える？いや、あれはいいかな。だってみかんといちごって一緒に食べたら合わなくない？あ、1対2ぐらいらしいよ。1対2ぐらいらしい。あともうちょっといるんじゃない、左右に対しての時間が少ないんじゃない。あ、みかんが少ないってこと。はい、ビスさんにね、載ってます、はい、レシピが。では行きます。いざ実食。ああ、ちょっと写真撮ろうか。あ、めっちゃいい、ちょうどいい割り具合でした。そのビスの写真と一緒にこのポット添えて。これはいいよ。はい、行きます。スライム固めてるかな。はい、オッケーです。はいよ。ちょっとない。
パシャ。あ、確かにいい色。あ、美味しい。美味しい。これパパさんの大根ハチミツの蜂蜜かかってないよ。うん。これだけ食べる。美味しい。美味しいね。ホットハチミツでした。こちらはホットみかん。あ、みかんも美味しい。スライムベス。スライムベス。美味しい。めっちゃ温まる。うん、美味しい。後ろから普通のスライムが見てますね。ホットみかんって初めて食べたけど美味しい、めっちゃ。ケーキはこれブッシュの部分食べる。あ、ちょっと食べようか。切るよ。パパさん、ケーキは、いる？美味しい。いる？美味しい。めっちゃ美味しい。みかんと蜂蜜って合うんだね。うん、合うね。うん、甘い。はい、どうぞ。はい、どうぞ。美味しい、飲みました。3日目のブッシュです。ね、3日目のカレーみたいな。3日目のブッシュ、朝ごはんにします。ほんまや、中も食べられてる。ほんまや。レインボースターありがとうございます。あら、ブッシュ。そう、ブッシュです、ブッシュ。食べます。いただきます。おいしい。おいしいね。おいしい。3日目もおいしい。3日目はなんかしっとりしてる。お茶とかコーヒーとかいる？うん。これホットみかんか。ホットコーヒーで。ホットみかんか、明日も食べるように置いとこうか。毎日朝飲みたい。毎朝、あ、毎晩か。ハートありがとうございます。連日のケーキ、ケーキが良くなったな。なるかな。バラありがとうございます。出ました。まだあるけど、パパさんが帰ってくる頃にあるかな。美味しいよな。生クリームを植物性ケーキには。紅茶派？そうなんや。私はコーヒー派ですね。コーヒー。美味しい。ちょっとほろ苦いくらいのコーヒーが好きです。ケーキの時は。糖質、糖質。うん、うん、
紅茶のストレート、すごい、めっちゃ紅茶やん。紅茶ストレート飲めないですね。うまっうまっうまです、ほんま。うま。ラブレターありがとうございます。うま。甘いもの食べたい。まあ、甘いもの食べたい時あるよね。無性に。あ、牛乳のストレート牛乳もいいよね。うんうんうん、かわいいのギフトありがとうございます。あ、紅茶好きだけどな。あ、クリスマスケーキ安くなってるかな、ね、昨日の残りが。I love you ありがとうございます。紅茶甘くしないと、でも甘すぎると今度飲めないんですよね。なんかちょうどいいやつがあれば飲める感じ。あ、濃いなコーヒー、朝スタリなのは紅茶。おお、使い分け上級者ですね。ハートありがとうございます。あ、ヨーグルトありがとう。加減が難しい。ホットみかん美味しいね。美味しいよね。ほどほどの甘さで結構ちょうど合う。ほう、そんなに甘くないからケーキの後味がいい。お、いいね。うん、パパの大根程よく酸っぱくて、そうそう、明日も飲むから置いといてね。残ってるのでしょうか。いや、作り足したらいいんだけど、こっちに蜂蜜か。あ、パパの大根で蜂蜜がなくなっちゃう。これちょっと抜けて、あれね。あ、いいよ、引いて、抜いて、抜いていいよ。よいしょ。どれぐらい？まだ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 。蜂蜜がなくなっちゃうよ。それはなくなっても使うために買ってるので。すごいね、大根から水が出るんですよね。それが喉にもういいかな。やん、ツヤツヤです。蜂蜜がけ、これを締め切りナイスです。締め切り聞こえてる。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。おなかチーズ、ハートありがとうございます。レモンティーいいね。銀テープありがとうございます。よいしょ、食べます。動作音のみ出演面白いね。ね、確かに。めっちゃ見てるな。そんなスピードいる？しかもそのスピードやと詰め込んでんちゃうかなって私は前々から思ってるんやけど、どうなんやろ。詰めるって、いや、その詰め込んだ後の爪が入る爪切りやったとしても、今のスピードやから爪が飛び散ってんじゃないかなって私的には思ってるんやけど。ハートありがとうございます。I love you ありがとうございます。
ハートありがとうございます。イベント頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。深さの位置決め、あ、何やろ、あのもうここの位置で切るってことをあらかじめ決めておかないといけないぐらいのスピード。普通やったらこういう形にしようとか、これぐらいにしようかなと思って、うんうん、パチで、こっち向けてパチって、うん、プチプチプチロー眼になると爪切れそんな早く、あ、形が見えないってことか。パパ見えるのってことは、こだわりがないんじゃない。あ、確かに。もうパパさんは爪切りの音がすごい早いけど、爪を切る位置を決めてるのって。ほんならなんでそのスピードなって飛んでない、その辺で。うん、おいしい。ケーキおいしいよな。だってパパが残しといてな言ってるけど、微妙やな。微妙やるかな。よしみが声も出ありますよ。ありがとうございます。嬉しい。頑張ります。確かに私のうちは結構主張強いよね、この緑のうちは。尊敬。年越しそばありがとうございます。ギネス持ってないよ。てかギネスとかあるんや、そんな速さはギネスあんねや。何で競ってるんって感じだけど。でギネスってそのことをやったことがない人だったらギネス入りするんじゃない。何でもあるのかな、何か規定があるのかな。うん、絶対欲しかった、絶対や、誰もやってそうな適当なやつでギネス取ればいいってこと。そうそう、第一人者必ずギネスになるもんね。そうそう、何でもいいのかな。何でもいいならめっちゃ適当なんで欲しいって思う人いそうだけど。だけどさ、あれ年末のさ、野鳥の会とか知ってる？知らない。紅白の時に昔赤か白か飼ってるかどうかを野鳥の会の人たちがこうやってバードウォッチングのこういうサンタ帽子双眼鏡みたいなんで見て決める。じゃあ野鳥の会の皆さんですってラストこうやって出てくる。どういうこと？野鳥の会。どういうこと？知らないだろうなと思って。え、何？NHK ホールの外から双眼鏡で何か覗いてるってこと？違う、じゃあそこにいるんやん、現場に。なんかじゃあ今回野鳥の会の皆さんですって言って。どういうこと？何見てるの？だから赤か白がカチカって。カチカってどこを見れば分かるの？なんかあげてたんですよね、確かね。あ、そうなの？そう、赤か白か客席で持ってて、それを野鳥の会の皆さんですって別に見たら分かるんだけど、なぜかその年末の大イベントに野鳥の会の皆さんが出てきて、こうやって双眼鏡バードウォッチング的なやつで、あ、前から見るってこと？そりゃそうや。え、それさ、拡大するよりさ、引きで見た方が数えやすくない？っていうか肉眼でも見えるかなと思うけど、遠くまで見えるようにして。なるほどね。朝からケーキです、はい。重いよね、朝から。でも全然ケーキいける派なんだよね。ちょっと胸焼けしそうだけど、でも全然食べれちゃう派、朝からケーキ。確かに今思えば。で、無観客になってからいなくなったんだよね。完食、美味しかったです、とっても。ハートありがとうございます。今日も可愛いうち、ありがとう。レインボースターありがとうございます。
別腹っていうか朝ごはんにしてるよ。ケーキを朝ごはんです。ケーキだけ食べる朝ごはん朝ごはんプラスケーキは結構ヘビーだね。あ、ほんとだ、雪のやつ終わったけど3位で終わったの、はい、あらー、ありがとうございます。あらびっくり。なんだっけ3位で、なんだっけ、3位じゃない、1位だけ。え、違う違う、3位もなんかもらえるよ。そうだったかな。うん、そうだよ。ありがとうございます。 STU の方はすごいよね。でも3位もすごいよね。うん、すごい。3位なんかあったか。うん、ある。ありがとうございます。そこに名前が出ることに意味があったりするかな。そうそうそう、ショールームのツイッターにね、名前が出ることに意味があったりするよね。そうそう、今回のイベントもですけど、まだ、うん、駆け出しなんでね。もこもこ靴下と高温北海道1ヶ月分。おー、わー、ありがとうございます。冬が終わるまでに届くといいね。そうだね、冬が終わって届いたらいいんだけど、来年使えるけど。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。そうそう、いい機会ですよね、本当に。あ、血糖値が上がるから空腹感なんか、そうなんだ、確かに。朝からケーキだとあれだね、血糖値が爆上がり。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。もうあの盆も正月も終わったんでね。あ、まだ正月はまだだけど、ちょっと体に優しいもの食べていこう。お仕事いってらっしゃい、最終日頑張る、ありがとうございます。次の配信は12時半からと17時半から。あ、今月はクリアファイルね、クリアファイルもらうの楽しみなんだけど、まだ届いてない T シャツとレッスン着にします。あ、ショールームのね。うん、そうそう。わ、いいね、午後から仕事だから布団の中でぬくぬくしてる。いいね、いいね、そんな日もいいよね。いいよね、幸せを感じるよね。まあ午後までに起きれるかが心配になるけど、そういう時。銀手金手ありがとうございます。ハートありがとうございます。うん、お呼び出しが呼び出しが、あれね、春休みや冬休みがあってもママにはないのよね。ちょっと片付けと、あの、しとくしとく、おじいちゃんのご飯、ご飯だし、しとくしとく、よろしくお願いします。いつもしてるよ。よろしくお願いします。パパさんの送迎に向かって、最後はね、鬼のぶちゃって頑張れ頑張れ。レインボースターありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ハートありがとうございます。え、届いてないよ。え、ファイルと T シャツですよ。あの10周年記念のやつやで。そうそうそう、もう届くの早くない？まだ1ヶ月ぐらいしか経ってない。あの AKB グループのイベントのやつ。え、 AKB グループなんだっけあれ。そう、まあ、全部そうか。イベントで、あ、イベントっていうか、あのイベントっていうイベントか、ショーチャレンジ、あのギフトのイベントだね、10周年 の、 あのこの前アイスもらったみたいな感じなんで、うん、朝からショールームしてるって聞こえたよ。え、どこからハートありがとうございます。雪だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい。くまさんもらえるイベント3体目。さすがにやばい、3体目。開封楽しかったからまたでも欲しいけど。開封動画のフルバージョンをすればルームスに載せようと思って載せてなかった。載せます。また。
そういえば1年前の昨日何してたんだろうって思ってたんですけど、うん、あれ、あ、ケーキ作ってますね。去年ケーキどんなんですか。24時間の青春ジャンプに出たのは24日でした、うん、でクリスマスは青春ジャンプだったね。また写真載せようかな、この辺の、うん、みんな美味しい白目向いてるやつもある、ね。あとおばあちゃん家行ってるわ、クリスマスに、はい、クリスマスに行ったんだね、去年。ひいおばあちゃんの命日なんですよ。あ、そうなんだ。26でしょ、うん、今日25に行ってる、昨日。あ、バラありがとうございます。あ、去年か、昨日じゃないわ。空耳が多くなってきた、怖い怖い。いやー、探偵さん、え、探偵さん、おはようございます。だるまありがとうございます。ね、今年の24時間も楽しみ、ワクワクです。ちょっとずつちょっとずつしれっとあれですね、あのほとんど埋まってきましたね、タイムテーブルがほとんど埋まってる。演奏会楽しみ、ありがとうございます。嬉しいね。でもこの中にさ、よしみっていう入ってるっていうね、嬉しいコーナーがあるの。皆さんのことでは山口になんか投票で、ね、そうそう、投票のおかげで私はあのよしみロマストを運営しているあるのでね、ありがとうございます。よしみロマストを運営している運営ちゃうわ、あの開催、開催、開演。あの時ね、吉見の前世紀雪だるまありがとうございます。あれ、才能発掘合宿アーカイブ出てないっけ。あれ出てないっけ、まだか。だるまありがとうございます。でも人狼とかが出てるってことは出てるんじゃないかな。キャンプ系は出ないのかな、長いからかな、配信時間が。どうなんだろう、人狼は出てた気がするけど、号泣キャンプとか。ハートありがとうございますね。フルーツパーラーで出たいんですけど出るかな、ペロペロ番組なのかな、ペロペロ番組なら出たいけど、どうだろう。ああ、そっか、合宿はニコニコじゃな、ワイネンじゃなかったんだ、そういえば。ニコドルだっけ。あ、ほんとだ、それでないんだ。そうだそうだそうだわ、そうだそうだそうだワイネンさんじゃなかったからな、合宿は。才能発掘合宿はニコドルの方だったからないんだ。そうだわ。あ、ね、告白シーンは YouTube にあるよね、公式に出てる。あ、天才じゃなくて。私も自分の名前さ調べたら YouTube で出てきてびっくりしたそう、告白マイゼルフの切り抜きが YouTube ショートに上がってました。25分だ。そろそろ終わりたいと思います。朝からありがとうございましたね。虫食べたね、そういえば雪ちゃんレインボースターありがとうございます。たくさんキラキラありがとうございます。いや、モイゼルがほんまにあの時ほんまに苦手ということに気づきましたねああ懐かしいね。虫食べて早朝から朝ごはん食べずにランニングしたかと思ったら、そのまま自分たちで作った食べ物食べるっていうね
懐かしい思い出、楽しかったね。でもでは誕生日したいと思います。来てくださってありがとうございました。次は12時半から13時で、その次は17時半から18時で、その次は19時から20時になります。いつもとちょっと違うので結構お気をつけください。次は12時半からです。13位、かっちゃさんありがとうございます。12位しんのすけさんありがとうございます。11位ケンティさんありがとうございます。10位ウーカメインの箱牛さんありがとうございます。9位コシオさんありがとうございます。8位朝賀さんありがとうございます。7位ヨンさんありがとうございます。6位お茶さんありがとうございます。5位おろしさんありがとうございます。4位、F さんありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ルドゥン、ホタルさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルドゥン、ムーチョさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン、ロンドベルさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも朝から1時間来てくださってありがとうございました。今日も頑張りましょう。一日寒い、いつもでも一時期よりは寒さ増しだけど、体調にはお気をつけください。火曜日頑張りましょう。レインボースターありがとうございます。たくさん皆様ありがとうございます。それでは、あ、そうそうそう、アドベントカレンダーなくなったんですよ。あ、で横断幕じゃなくて、あのこれなんていうっけ、ポスターが復活しました。タペストリーが復活しました。次の配信も来てくれるかな。またね、ありがとうございました。またね。なんかバグっちゃった。あ、なんか、あ、サラバード、あ、やばい、なんか終われない、あ